一回ちょっと。いや、そう、勝負かけたらよろしいね、千田さん、はい。ほんまにお願いしますわ。しかも最新鋭のトマホークじゃないとダメですよ。飛距離の問題がありますから。わかりますけれどもね、はい、そういうことも言うてるけど、民間でもちょっとおかしいなとか思うところが、この核保有議論。西村幸宏さんでよろしいんかな、うん、これ、はい、ツイッター、フジテレビ日曜報道プライムを全編確認、うん、エマニュエル・トッドの日本の核武装発言は放送された、時間切れで司会の明ら、指名がなく、木村太郎が無知で非礼な発言をしたのが最悪だった、梅津八重子の対応もおどおど意味不明、うん、この番組の原型の報道2001は知人が関わっていたので残念でならない、橋本徹も不勉強だというところでございます、動画これすごかったですよ、私今一般の方のね、アニさんからのツイッター、放送事故知の巨人、トッド氏を言論弾圧、トッド氏が日本の核保有の必要性を説明し中に、木村太郎氏がフランス語で絶対にそれはなしとトッド氏を、言論弾圧して、当然 CM に核については地の巨人の言論すら認めない、まるで中国共産党のような言論弾圧です。これ、動画出んの？どうなの？出ない？これはすごいね。うん、出ないんやったら、その内容の、文章があってんけどね、これ、ない？その文章。このツイッターで上げた、この、トッド氏がね、うん、核を、うん、一番、別に軍備を整えんでもええけども、うん、核を保有したら、中立的にできると、日本が。うん、だから、そういうもんがええのに、なんでって言ったら、木村太郎さんが、チャメチャメって、なんかフランス語でそれは、それはあかんって言って止めたんですよ。うんうんうん、ほんで、アナウンサーはその核の話は慎重にって言って CM に行ったんですよ。いやいや、それはちょっとその、うん、それの話の核がそれこそ知りたいよね。うん、じゃあから原文が。それが核にまで行く前にも止まったんだ。もうそうそう。じゃあ、トッド氏が、言うて、その核を保有したら一番中立的になるから、国としても、うん、もう退治できるから、それがええんちゃうかっていうのを、うん、だからそこの分、ない、うん。おぉ。それは動画があったらええねんけども、いや、その日本の地上波でそこが出て、そこに、その先がさらにあればよかったんだけど、そうそうそう。それが封じられちゃったんだ。そう、もうそれは言うたが、それはない話やって、木村さんが、停止したんです。そういうやつのこう切り替えっていうのはプロデューサーがやるもんなんですか？あ、ディレクターでしょ。ディレクターが。生だったから、ね、その話になったら木村さんヒュッて横に見てなんかやってた。あ、誰かやってた。それでね、ずいぶん音声拾ってて、全部は聞き取れなかったけど、なんかだからいろんなこと言ってたな。焦るはやばいよね、そういう感じで。それで、それはないよっていうのは聞こえた。いやけど、そのトッドさんの言ってることの方が正しいじゃないですか。そうです。これ中立というか、対峙できたら、これが両方とも核の、この、お互いがこれ撃てないわけだから、それで中立になるという意味のことを言ったんです、うんうん、一つの意見なのにね。それはその通りじゃないですか。うん、これいいですか？はい。これ、核議論を、その、急に誰かが発言したときに、それは議論しちゃいけないとか、うん、保有すべきではないっていうようなことは、かなりその、アメリカと近い人の論調なので、ですので、まあ、木村氏はそういった観点から何かしらの衝動に突き動かされて、自らの判断でやった可能性もありますよね。あ、そこをね、それは確かにそうやと思うんですが、放送を見てたら。そのところの部分の、まあ、木村さんらしいな。なんかちょっとその辺のこう、なんか、行間というか雰囲気、ちょっと見てみたいですね。ああ、僕、ツイートで見ましたけどね。だからそれがなんか、まあ、次行きましょうか。はい。はい。こういうのがどんどんタブーにならなくったらいいですよね。それね、同時、通訳でバーって女性喋ってたんですよ。うん、で、全部それも、ほんで地を起こしてる人もおって、うん、ほんなら、木村さんが、これですわ、これ。あ、これ。それはラスト。これ。CM。日本は軍事を積極的に進めるよりも、核保有すべき。うん、核保有して初めて中立的立場に立てると言った途端に、はい、木村さんが、ちょめちょめ。この、
ブーオン。やめさせろというブーオンってのは。これはね、ちょっと、なんかいろんな音が拾ってたのは分かったけど。これはちょっと分かりにくかったんですけども、何しか、このトッドさんが、え、終わんのっていう顔になりましたけどね。うん、普通常識論を言ったわけですよね、これはもうフランスの人だってイギリスの人だってみんなそう思ってますから、でも地の巨人って言うてね、うん、この番組でねそのトランプ大統領になるとか、うん、ほんでアラブの春が来るっていうとか、うん、ああいうのをもう全部当ててきた、ソ連崩壊も、うん、当ててきた人ですって言ってバーって、うんうん、それで紹介したにもかかわらず、うん、核のことだけはぶち切るわけだ。そうそう。それは、他の発言は結構しててね、移民はどんどんやるべしとかね、うん、あとね、中国を結構、賛美するようなことも言ってたよ。そこは流してたな、はい、きちんと。はい、この話だけはちょっと違和感があったね、正直言うと CM、CM のタイミングには。はい。いやいや、木村さんがバッて入ったんがね、やめろやめろっていうの。すごいね。はい。うん、それが、木村さん判断、やったのかっていうのは、木村さんは金曜日の言論テレビ桜井よし子さんのあれでもそのペロシは行くべきではなかったという立場で、うん、中国の桜井さんとも見解が全く対立してたけど、うん、いやそれでやめたら中国が増長してこれは大丈夫になっちゃうじゃないですかっていうことでこの桜井さんが反論してたけど、うん、やっぱりそういう木村さんのまあ NHK やっぱり論調が同じですよね。はい、この核にしても、そういう中国に対しても。そこはね、ちょっと違和感がすごいありましたね。あります、あります。はい、続きまして、経済対策23番でございます。経済、同友会代表幹事が、総合経済対策批判、課題で異常、産経新聞、経済同友会の桜田、代表幹事は4日の記者会見で政府が10月28日に閣議決定した事業規模が71兆6000億円程度に上る総合経済対策について物価高騰対策などの財政支援は必要としながらも他の先進国の状況を見ると明らかに課題で異常、財源について全く触れられていないと指摘し、財政規律を棚上げした、規模ありきの対策だと苦言を呈したと。和田さんがツイッターで、先生お願いします。あ、こっち画面見えないですが、これは、経済同友会代表幹事としてのご発言なのでしょうか、経済同友会全体の考えなのでしょうか、それとも個人としてのご発言なのでしょうか、我々は各界や国民の皆様から現在の苦境について要請があり、実施を決定した総合経済対策の内容をしっかり説明していきますと、はい、こういうことで言ったわけですけれども、はい、これだって要請があって、我々はその要請も盛り込んでいるわけであって、まあ経済同友会というのは個人の経済人の資格で、加盟をするわけでありますけれども、これ、代表幹事の記者会見で言ってますので、経済同友会全体がこういう意見だというような判断にもなるわけですよね。はい、ですので、じゃあ、我が党に要請をしたですね、経済同友会に所属をする、経済人がトップなどを務める、企業や団体は、じゃあ、この桜田さんが言ったことに対してどういうふうに思ってるのかっていうことは説明してもらわないと、だって、こちらは良かれと思って、もうこれ本当大変だねっていうことでやったのが、異常で課題なんて言われたら、これもとんでもないですよね。はい。はい。はい。いや、これはもう、財務省に言われて、一生懸命言ったんだろうね。これ、桜田さんって、これ、桜田武史となんか関係のある人なんですか？私は存じ上げませんけど。誰かご存知ですか？存じ上げません。存じ上げません。はい。これ直接的に経済同友会の桜田代表幹事の発言と関連してるかはわからないですけれども、はい。この総合経済対策補正予算の編成にあたってですね、日経新聞がかなり、まあ批判的、特に公共事業に対して執行算があるじゃないかみたいなことで、これ資材高騰とかそういうものとかの中で、まあ翌年にその繰り越しながらしっかりやっていくというような考え方のものもあるので、なんというか、やはり財政規模が膨らむことに、まあ、予算の規模が膨らむことについて、何かしら誰か裏で何かをやっている、言っている人がいる可能性もあるのではないかっていうふうに思いますけれども、必要に日経書いてきてますんで。
はい。すごい。わかりました。続きまして、武蔵野市長、住民投票条例再提出、松下市長が、はい。あ、今、ちょっと今のね、はい、このね、規模大きいって日経も書くんだよね。はい、はい。規模は大きくない。要するに真水ベースで考えると30兆弱なんで、GDP ギャップとほぼ合ってるから、規模は悪くない。はい、ただし、中身は、なんていうかな、補助金が多すぎて、執行がうまくいかないだろうって予測ができる。うん、だからそういう意味では、ちょっとね、もうちょっと減税系が多い方が全部執行できるから、ちゃんと対策になる。で、岸田政権の時にね、規模はそれほど悪くないんだけど、やっぱりね、真水っていうかね、執行が難しいやつばっかりあるから、はい、だから今まで結構なんていうか、使い切れなくて、結構景気対策になってないね。はい。だからこれは景気対策にするためにはもうちょっと執行ができるやつ。それでね、今回これですごく23兆円の財源国債出してるんだけどね。はい。これはね、あれでね、本当は前の使い残しでかなり予算組めるよ。組めるのに23兆わざと出していくってことは増税狙いだね。はい。ですぐそれは分かる。いいよね。わかりました。出せるのに増税ね。国債を組むってすごい。はい。すごいおかしい。おかしい。言い方がひどいね。次行かせていただきます。武蔵野市のことでございます。住民投票条例再提出。松下市長が新法で意向を表明。産経新聞。東京都武蔵野市の松下玲子市長は3日市内で開かれたシンポジウムで住民投票条例を定めたいと述べ、令和3年12月に市議会本会議で否決された同条例案について体制停止する意向を表明した。これおかしいんちゃいますの。はい、先生、よろしく。はい、松下玲子武蔵野市長が昨年否決された住民投票条例を再制定する意向を表明と。条例案は日本人と外国人を区別せず投票権を認める内容で、留学生や技能実習生らを含めた実質的な外国人参政権。はい、これだけ外国勢力の政治力行使が懸念される中、どうしても日本を売りたい内なる敵がいるということで。はい。はい。わかりました。いや、これは執念だよね。はい。だって、否決されてまだ、10ヶ月経ってないです。半年経ってないから、ね。12月か。12月だから10ヶ月。12月ですね。はい。和田先生、よろしくお願いします。はい。はい、あ、私のツイート？はい、はい。ツイート画面出ますかね。はい。昨年12月に市議会で否決された条例を同じ任期中に再提出とは市議会の存在をどう考えるのか。いいね、強引に進める理由は何か。松下市長は武蔵野市が昨年吉祥寺駅前の私有地を随意契約で売却、同じ業者から代替地を購入したことについて市に損害を与えたと訴訟が起きている。どうなんですか、この市これ、松下市長自体は自分のツイート、ツイッターで、そんなことは言ってないっていうようなことで、まあ、否定めいたことはしてますけれども、これ、同じ任期中に再提出っていうことは、もう基本的にこれ、議会を無視する行為ですので、普通の行政に携わる首長だったら考えようがないですけどね。これって、なんか、法律違反とかではならないんですか、こんな。いわゆるもう政治の常道というか、ですのでこれ例えば松下市長が辞めて、これで審を問うということで再任をされた場合に議会に再提出ということはあり得るでしょうけれども、はいはい、議会が明確に否決をしているものに対して、まだ1年も経ってなくて提出するっていうのは、まあ、あれですね、行政と議会、首長と議会の関係性からしたら、まあ普通はあり得ないですよね。はい。もう、ありえないこと。ありえないです。常識外です。なんでこれを従うんですかね。いや、どうしても、この外国人。だから、永住権を持ってる人には与えましょうっていうのは、今まで40以上自治体であるんですよ。はい、で、豊中と大阪のですね、はい、あと、神奈川の逗子だけは永住権でなくてもいいですよと。今回の場合は3ヶ月、つまり、住所を取得できたらもう全部投票してもいいですよ。おかしいですよ。だから少しずつこう攻められて、その先に何があるかといえば、はい、参政権は国民というふうに明文化されているけれども、地方参政権はそうではないので、外国人の地方参政権に展開していこうという、そういう活動団体のトップなんですよ、結局、この彼女は。はい、
3ヶ月だとほら、わからないじゃないですか。うん、あの、言葉の問題もあるし、はい、それで3ヶ月か、しかし、あなたたちの権利を私は守る人間なんですよということで、その人たちの票数を、票をまあ、いただきたいというのが最初の願望ですよね。なるほどね。うん、はい、目的はそこですよね、まあ、ね。わかりました。この辺でお時間なんで、この後はメンバー限定ライブでございます。月曜日は メディアを正す日。ここから先は一般公開では扱いにくい情報に触れます。次額490円のメンバーシップレベル1に参加して続きをご覧ください。最後にこの動画のいいね、文化人放送局ツイッターアカウントのフォロー、そして文化人デジタルにアカウント登録をお願いします。和田先生はここまでで。すいません。来週はスタジオで行きます。失礼します。ありがとうございます。皆さん、さよなら。